利用的ケア児って聞いたことありますでしょうか。あの学校に行くときに例えば人工呼吸器を入れているとか、あるいは自分では食事がなかなか取れないとか、こういった子たちも当然の話ですけれども学業を受ける権利があり、社会の中で一人の個人として認められる権利があります。でも何らかのお手伝いをしなきゃいけない。その中で親御さんがいつも連れてってる学校に、ところが親御さんが何らかの都合があると子供が学校に行けない、学ぶことができない、そういう子たちもいます。実は今度の議会、来年度の予算提出していますけれども、そこで、まあ、例えばタクシー、そして看護師さんを一緒につけて登校する、こういった補助を今回出させていただいているんですけれども、これはまさにガモさん、私たちにしっかりと教えていただいたことから始まっています。